LMS2 から6から 4T 蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ウィリアム・スタニアが設計した車輪配置2から6から4の脚下両用タンク機関車で、ロンドン・ティルバリーサウスエンド線での運行用に設計された。37両べてが1934年に LMS ダービー工場で製造され、 2500から2536の番号が付けられた。本形式の37両の機関車は、スタニエによって設計され、フェンチャーチストリートとシューバリーネスの間のロンドン、ティルベリーサウスエンドセクションで作業するために、ダービーで製造された。それらは、ファウラーのエンジンから開発され、テーパーボイラーが取り付けられ、タンクの上部が傾斜していた。本形式は、 ワルシャーと弁装置の独立したセットを備えた3つのシリンダーを備えているという点で他の2から6から4タンク機関車とは異なった。外側のシリンダーは他の機関車よりも著しく小さく、煙室とドームレスボイラーが短かった。3番目のシリンダーは LTS の多くのストップ間の加速を増加させるために提供された。 当初はこのクラスのエンジンを45両生産する予定だったが最後の7両は2気筒のみで完成した。3番目のシリンダーは LT&SR 線の多くの停車駅間で加速を高めるために採用された。1935年から LMS は非常によく似たシンプルな2気筒設計の機関車に切り替えた。1941年に本形式の2両が ダービー工場で全般検査を終了したちょうどその時に LMS ジュビリー蒸気機,機関車がダービー駅で故障したためその2両が列車を引き継ぎわずか25部の遅れで列車をセントパンクラス駅まで運行した2500号は LMS の LT&SR 戦線用に設計された37両の急行旅客用タンク式機関車の最初の1両だったが 百科療養としては強力すぎた。内側のシリンダーとバルブギアは追加のメンテナンスを生じさせ、他の運用には過剰とみなされた。本形式は1962年に EMU に置き換えられるまで LTS セクションで一生を過ごした。彼らは一貫して優れた性能を発揮し、乗組員に好かれていた。本形式は1960年から1963年に、 廃車された。ナンバー2500は最初に製造されたスタニエ2から6から4タンク機関車だった。フェンチャーチストリートとシューバリーネスの間のロンドン、ティルベリーサウスエンドセクションで使用するために1934年にダービーで6444ポンドの費用で建設された。それは百六十二年六月に廃車され、シューバリーネスに拠点を置いて、 その生涯を過ごした後、ナショナルコレクションの一部になった。ナンバー2500は保存され、イギリス国立鉄道博物館のシルドン、国立鉄道博物館に展示されている。この形式唯一の現存車両で、LMS 標準の黒の塗装をしている。ありがとうございます。